メンタルえぐってくるよね。最後オープニングから撮り直さないから。どうも天の声の繁盛です。愛の選手です。さあ始まりましたレッドブル画面、はい、秘密のゲーム部屋へようこそ。今回なんですけども、はい、ゲストでですね、おテレビで見たことある人が、おーすごい、めちゃくちゃ大ファンなんですよ、はい、僕も大ファンです、はい、学生時代めっちゃ見てたんで。見てましたね、はい、楽しみですね、はい、楽しみです。早速行ってみましょう。はい、すでにゲームもやっているということで、はい、今回のゲームはモンスターハンターライズ。モンスターハンターライズはですね、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームでございます、うん、全世界でなんと800万本以上出荷しております。6月30日にモンスターハンターライズ、はい、サンブレイク配信されるらしいですよ。サンブレイクが来るんですよ、うん、結構やってますもんね。 僕結構やってますね。もう好きでクエストもほとんどクリアしてありますね。素晴らしいです、はい、魅力とかあるんですか。魅力はやっぱりね、うん、バカでかいドラゴンをね、はい、自分の剣で倒すっていうね、うん、あの魅力もうなんといっても ね、もう忘れないです。これはモンハンでしか味わえないということで。そうですそうですそうです、はい、さすが始めていきたいと思います、はい。急に始まったモンスターハンター、僕はセカンド G からずっとやってるんですけども、はいはい、草食モンスターを狩るのが実はちょっとなんかかわいそうだなと思ってたんですよ、うん、おめちゃくちゃかわいそうで、ちょっとセカンド G はそれほどやり込めてなかったんですよ。でもよくよくそのモンスターの習性とかいろいろ書いてあるガイドブックとか読んでみたら、それもなんか田畑に仇をなす悪者だっていうことを聞いて、これは村のためにもいろいろやらなきゃいけないなと思いまして、エンジンに火がついてモンハン始めたみたいな感じですかね。で、私ちょうどですね2008年ぐらいにそのテレビをねたくさん出てたんですけども、2010年ぐらいにお笑いブームがなくなりましてですね、やることが一切なくなってしまったんですよね。その時にモンスターハンターだけが僕の唯一の拠り所と申しますか、もう毎日モンハン、朝起きたらモンハン、もう10時間ぐらいやっておりましてですね、もうはい、レベル1クリアでございます。まだ終わってないです、まだ本当に。その日外出てなくても、外の雰囲気見てるから、あ、今日は外出たなみたいな感じになったりしたんですよ、はい、でそれでなんかいろいろヤフーニュースとか取り上げてくれて、なんか装備とかもいっぱい作ってツイッターに上げるとすぐに拾ってくる。まだあるんですよ、まだ本当に、はい、もうそれ今回の挑戦者はゴージャスさんです。もっと語りたかった。ちょっと宇宙海賊ゴージャスとしてブレイクした後、はい、モーガンやパズーラにハマったことをきっかけに、はい、ゲーム実況の世界に足を踏み入れたそうです。まさにそうですね、うんうんうん、ちょっとじゃあゴージャスさん、はい、いつもの挨拶お願いします。ウォンツー、君のハートにレボリューション。どうも宇宙海賊のゴージャスです。よろしくお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。レベル1を受けて何かありました？僕ゲームしてる時あんま喋ったりしてないんですよ、はい、だからアシスタントとか連れていろいろやってるんですけども、そうなんです。一応もう8年ぐらいゲーム実況やられてると思うんですけど、そうですよね、はい、だからもう今回はちょっとね、はい、どうなるか分かりませんよ、はい。クイズ3問ぐらい余裕でやるしかナイジェリア、それコードがじゃそれ地球儀の場所忘れた。ナイジェリアめちゃくちゃ天然コードが邪魔でしょう。問題です。モンスターハンターシリーズでおなじみの肉焼き、うん、成功した時の声は一体何でしょうか。あ、これはでも分かりますよね。当たり前じゃないですか。これは俺も分かる。肉焼きでトゥンテテンテテ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 テ
大正解です。舐めるんじゃないよ。さすがですね、ゴージャスさん。おい、一瞬なんか不安そうな顔してましたけど、ね、やばいやばいやばい。だって今、愛の選手くんの音楽が結構ヒントになった可能性もありますよ、はいはい、こちらね、情報がありましてね、最初はあの声の主は、ね、カプコンの社員さんだったらしいですよ。おー、そうなんですか。あら、全然やったのに俺。全然言ったし。上手に焼けましたね。ゴージャスの声だめちゃくちゃ面白いと思う。めちゃくちゃやかましい感じになっちゃうと思うんですけど。問題です。モンハンが大好きなゴージャスさんですが、はい、公式配信の収録前にカプコンのスタッフさんからどういう基準でゲームを買うんですかと聞かれ、失礼すぎる答えをしていました。それは一体何でしょうか。何ですかそれ。俺が答えたんですよね。はい、はい、まあ、ゴージャスさん海賊ですからね。海賊、まあ、そうですね、はい、海賊って何をするかっていうお金が、うん、はい、お金に、お金に、はい、あ、売ったらお金になるゲーム。そんなんね、ダメですよ。ダメですよ。待って、俺 どんどんドツボ入ってないから。やばいですよ、ゴージャスさん。愛が伝わってきませんよ。お金に、お金に、お金になるゲーム。おー、ゴージャスさん大正解です。お金になるっていうのは、はい、配信受けして、はい、それで、はい、いろんな相乗効果でお金になる。どっちに転んでもダメだな、これ。話になっちゃいましたけど、なんか、今はじゃあモンハンはビジネスが何パーセントぐらいでやられてるんですか。いや、今は50%かな。50%飲まれてるじゃないですか。問題です。モンハンが大好きなゴージャスさんは、はい、2013年モンハンの仕事を次々と手中に収めました。言い方悪いな。手中に収めました。まあ、そうだな。お金になるからね。お金になるんでね。ファミ通 .com でモンハンの、連載もゲットしたんですが、はい、その12月24日の回、抜群のお笑いセンスを持つゴージャスさんなのに、はい、冒頭のモンハンと絡めた、ベタすぎるギャグを書いていました。そのギャグとは一体何でしょうか。クリスマスイブだよね。はい、クリスマスイブ、まあ、モンスターハンターっぽい。逆になんか、うん、なんか地球儀回されてますけど。何か思いついたんですか。ベタすぎるクリスマスイブ。いや、クリスマスっぽくてモンハンっぽい。地球儀置きましたよ。何だったんですか今の時間。本当に困ってるじゃないですか。全然覚えてない。じゃあ逆に、はい、今あのゴージャスさんが考えればいいんじゃないですか、はい、モンハンと絡めた、モンハンと絡めたギャグを考えるとしたら、自分だったら何を言うか。それをやったし。あー、でもこれは、お地球儀また手が伸びてる。サンタクロースで、はい、サンタスティックではなくて、ではなくて、ではなくて、クリスマスの時って何て言います。メリークリスマス。おメリーカリスマス。おカリスマス、カリスマス、大正解です。これ面白いだろこれ。あ、これ紙面ね、紙面ね、カリスマス。いやこれちょっと待ってくれよ。これがつまんないって言ったら、お疲れ様でしたもつまんなくなっちゃうんだぞこれ。おいおいおい。というわけでレベル2クリアとなりました。はい、おめでとうございます。ゴージャスさん、それではどのクイズ難しかったですか。メンタルえぐってくるね。内臓えぐってくるね。俺とカプコンで亀裂入っちゃうから。モンスターハンターライズのプレイで挑む今回のミッションは、愛の戦士と高難度クエストを20分以内にクリアせよ。一人じゃないんだね。一人じゃないです、僕が一緒なんで ね、安心してください。オッケーオッケーオッケー。でルールはですね、はい、クエスト夫婦喧嘩はガルクも食わないの、はい、ヌシリオレウスとヌシリオレイヤ2頭を討伐となっております。ね、これどうなんですか、結構難しいんですかね。結構難しいです。めちゃくちゃ難しい。ヌシ2頭だよこれ。ヌシっていうのはめちゃくちゃ強いね。もうそれが2頭いる、はい、最悪だよこれ。もうゴージャスさん、これいけますか。じゃあ大丈夫でしょ。行く
行くっしょ。なんか台本には国ギャグで答えてって書いてあるんですけど、国ギャグで答えてもらってるんですか。一回台本を見せてくれ俺に。今なんか国ギャグできるっぽいんですけど。じゃあバハマお願いします。バハマは3落ちしてからやるから。これ考えてるから俺。バハマ3落ちしてからなんだ。全部考えてるから。それではゴージャスさんは高難度クエスト20分以内にクリアできるのか、ハイプレッシャーゾーンスタートです。お願いします。行こうぜ。ゴージャスさん見てください僕のキャラ。何ですか？ピカピカでしょうか？いやもう時間がないんだこれ。見てください見てください僕のキャラ。レストロン山本誰だよ。レストロン山本かっこいいでしょ。ほらまず何ですね、はい、牛、リオレウスから行こうかね。はい、リオレウスですね。そうですね、はい、なんかしようとしてる？いやでもしないです。その爆弾投げようととかしてないですよ。ちょっとしてないです、しないです、全然しないです。剣振る必要あるんですか？あ、あります、あります。ちょっとね、何やってるの？なんでもないです、なんでもないです。あ、間違えて何か食べてるだけです。アイノセンシ君って大丈夫なのかな？大丈夫、ちょっと大丈夫、大丈夫。おガチで怒るから、俺ガチで怒る人。今向かっております。はい、バフ掛けもしてるからね。さすがです、ゴージャスさん。でもあのゴージャスさん、はい、あのアイノセンシ君戦ってないんでバフ掛けても意味ありません。だからバフ今奪ってますね。この人何やってるんですか？あ、でもやっときました。ここにてもうかっこいい。バフ掛けの、バフ掛けの、ここに突っ込んでます。ちょっと待って、何やってるの？どこにいるの？どこにいるの？いや、今います、今います。いや、でもゴージャスさんちゃんとリオレウス、足場にちゃんとダメージ食らってないですね。モンハンっていうのはね、避けるゲームなんだよ。はいはいはい。だからね、食らわなければいいの、全然。あ、じゃあ攻撃しなくていいっすか？違う。20分で討伐するんだよ。攻撃もしなくていいっすか？君バカなのか？ライズで、はい、モンハンの魅力をあいうえお作文お願いします。ライズで、はい、おい、俺お笑いのそういうことやらせんな俺。キャラモノにそういうことやらせんな。面白いの聞きたい。ライズ、ラとリズムを刻みながら、はい、はい、い生かした装備でモンスターたちをず早めに5、4、3、2、1。そう、面白い。ちょっと待って、もう一回やっていい？そしたらモンハンとかけましてゴージャスと解く。その心は、その心は、はい、どちらも、どちらも、ちょっと待ってください。ちょっとゴージャスさんね、配信でやってるみたいに何かモンハン豆知識を披露してください。モンハン豆知識いっちゃおうかな。はい、お願いします。モンハンは、はい、モンハンは、豆知識聞きたい、すぐに聞きたいでしょ、すぐに聞きたい、すごいの、すごいの。モンハン、モンハン、あー、チャンス、チャンス、モンハンチャンス、モンハンチャンス。豆知識、倒れてない時はあの頭狙ってないじゃないですか。後半豆知識ね、頭体験が狙うわけ。オッケー、これ倒せますか？まだ余裕っすよね、ゴージャスさん。まだ軽い。お、マダガスカルか？ほら余計なことするから、射線入っちゃった。間に合うんすかこれ。何言ってんの？それ一回置いとこう。レウスから行く、倒しましょうよ。これこれ一卒取らないとダメっすよ。レウスから。やばい、早くカバーしないと。アイノセンシ、やられちゃうよ。死んじゃう、ゴージャスさん。
カバーして、はい、カバーして、俺考えてきたよ、俺考えてきた、俺ちゃんと毒をなくす笛もちゃんと考えてきたんです。やられちゃいました、もうやめて、デストロイ何やってんだよ、すいません、違う言ったじゃん、俺が最初最初こっちリオレースから行くんだよって言ったよ、俺だって、かわいそうに、よくないよくないよくない、ほらほら、もうじゃあ愛の戦士、愛の戦士何やった、我慢して、よくない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 、ほらほら、もうじゃあ愛の戦士、愛の戦士何やった、睡眠ばっかやるから、睡眠ばっか、愛の戦士、はい、わかりました、大樽 G 持ってるでしょ、大樽 G はたまたま持ってないっすね、お前普通のオタルと間違えて持ってきちゃいました。ゴージャスさん、普通のオタル爆弾ならやります。じゃあしょうがない。いい、それでいこう。ゴージャスさん、普通のと間違えて持ってきちゃいました。で、タメさんで、タメさんで切って、タメさんで、タメさんで切ってくれ。行きます。タメさんで切ってくれ。タメさんで、タメさんで切ってくれって。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ポーズ、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 ポーズ。すいません。ああ、もう。ほらほらほら、ほら行けるから行ける。ほら行けるから。おいおいおい、こっち起きちゃったよ。こっち起きちゃった。アイロン先生、もうすいません、すいません、使えなくてごめんなさい、ごめんなさい、あっち、あっち、あっち、ビビっちゃってるよ、あっち行く、オッケーオッケーオッケー、もうすぐ来る、もうすぐですね、オッケーオッケー、俺ここで倒せるぞ、じゃあモンスターハンターのモンスターのモノマネもやしていいですか、オッケーオッケー、はい、何のモノマネがいい、じゃあラージャンで、ブオーカラのリオレース行ってみましょうか、今戦ってる、いやーちょっと同じことないですか、じゃあ次ヤンクックお願いします、ちょっと一回さ、一回最初オープニングから撮り直さないか本当になんか、アイの選手がずっと同じパターンの技を食らい続けてるんです、ほら、爆弾って言われたんで爆弾を置いてきました、爆弾って言われたんで、今じゃないですか、今じゃないですか、プロデューサー、今じゃないですか、一回プロデューサー一回話しよう、一回プロデューサー一回話しよう、一回話しよう、一回今ではなかったっすか、よくないよくないよくない、ほらよくない、俺全部外してんだから、今全部外してるよ、俺の全部外してるのは自分のせいですよね、それは自分のせい、それは申し訳ないと思う、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、これは間に合うんじゃないか、間に合う間に合う、今体感何分ぐらいですか、ゴージャスさん、今10分だな、本当ですか、ちょっと待って、今どこにいるの、ゴージャスさん突っ込みます、一人で、ちょっと今どこにいるの、ゴージャスさん突っ込みます、ゴージャスさん時間ないんで、待ってください、オッケーオッケーオッケー、これね大丈夫ですね、なんかもう一体いますよ、あ、これ操れるんですかね、どういうやつに行ったか、ちゃんと戦ってぞ、愛の選手くん、でもこれね、総流で久々なんでね、総理も久々なんでね、ちょっとぶつかっちゃいましたね、ちょっと待って、ちょっとここ大ダメージのチャンスだったのに、ちょっと待ってくれ、愛の選手久々だったんで、愛の選手何やってんの、怒らないで、怒らないで、怒らないで、もう倒さないと、早く、オッケー、もうただあとどれくらいあるんだろうな、あと5分ぐらい、やばい、あっ、え、ゴージャスさん、ゴージャスさん、ごめんなサイパンとか出てる場合じゃないっすよ、ごめんなさい、ごめんなサイパンとか出してる場合じゃないっすよ、ゴージャスさん、5分ぐらい、やばい、あっ、え、ゴージャスさん、ゴージャスさん、ごめんなサイパンとか出てる場合じゃないっすよ、ごめんなさい、ごめんなサイパンとか出してる場合じゃないっすよ、残念というわけでレッドブル画面完全制覇ならずです、ゴージャスさん、まずね1回と3落ちというね、はい、3回落ちてしまった、はい、プラス、プレイ時間が27分というね、全然余裕でオーバーしますしプレイもちゃんと負けるし、はい、ちょっとなんかいいとこなかったのかなっていうのも逆にあったのかなっていう、はい、あれかな、はい、運が悪かったのかな、運が良かったゴージャスさん今日だけは運が悪かった、運が悪かったのかな、残念です、ゴージャスさん、じゃあレッドブル画面、はい、挑戦していかがでしたか、終わっちゃう感じこれこんなんさ、はい、クリアできるはずだったじゃん、そうですね、僕もいたんでね、やっぱり、僕は全力でバックアップしてたんでね、どうなのそれって、はい、そんなバカなことあんのかよ、ね、バカなことないでしょうね、
そんなバハマそれ違う、もう地球儀ネタ求めすぎてんだろバハマ、ゴージャスさんの結果はレッドブル画面完全制覇ならずでした。はい、ゴージャスさんまたのお越しをお待ちしております。はい、最後に終わる流れでしょこれ。ゴージャスさんから一言お願いします。お終わらせちゃうのこれ。ちょっと今回は失敗してしまいましたけども、まだ助かる、まだ助かる、いやもう助からない。どうもありがとうございました。ブーって、ありがとうございました。電気入れろ、これ電気椅子にしろ。